自然療法チャンネルブナの森です今回はストレッチと筋トレについて分かりやすく説明していきます根本的なことを知っておけば筋トレとストレッチっていうのはそんなに難しくありませんのでご説明していきます基本的に自然療法チャンネルブナの森では応用というよりは普通に、まあ、医療系の学校だったら教わる解剖学だとか 生理学についてやっていきたいと思いますので本当に基礎の基礎だと思ってください、えー、今回はストレッチと筋トレについてです、えー、筋肉の起死停止っていうのがあって、まあ、起死っていうのは体の中枢、まあ、中心に近い方を起死と言って遠い方を停止っていう考え方なんですけど筋肉っていうのは 骨と骨についてます。で、関節をまたいでついてますので、まあ、これが縮めば、まあ、収縮すれば関節は曲がるということです。まあ、筋肉の作用っていうのは基本的には収縮しますので、えー、関節を曲げる作用をします。で、起始と停止が 距離が離れればストレッチです。縮めば筋トレですね。これだけの違いです。なので、まあ、いろんな筋肉ありますけど、起死と停止さえだいたいイメージできれば、そこの2点を離してあげればストレッチにな,るなりますし、近づけてあげれば筋トレになりますので、えー、それだけ、あのー イメージできればどこの筋肉も筋トレとかストレッチすることが可能です今回は上腕二頭筋という有名な筋肉を例にやってみたいと思います上腕二頭筋は、まあ、大体のイメージでいいと思うんですけどこの辺りとこの辺りについてますでこれとこれが 近づけば筋トレになりますで。この肩関節もまたいでますのでそれからこの肘関節もまたいでますので肩が前方にこう上がった場合まあ居城っていいますけどこれも上腕二頭筋使いますそれから前腕がこうこちら側に。 肘が屈曲ですね。曲がった場合上腕二頭筋鍛えられますなのでアームカールなんて言って有名な種目ありますけど、まあ、ダンベル持ってよく肘曲げる運動ですねそれでもあそれが一番まあ有名なトレーニングなんですけどそれで上腕二頭筋鍛えられますそれから、まあ、肘は伸ばしたままでも前へぐーっとこう 上げてくれば、この上部の方、上部繊維の方を使ってます。これがあの上腕二頭筋の筋トレです。まあ、それとか腕立て伏せで肘を曲げるとか。まあそういった。まあ、肘の屈曲作用。それから肩関節の屈曲作用がありますので、まあ、そういう動きすればこの二頭筋を使うと今度逆に二頭筋を伸ばす場合。まあ、ここの。 肩関節もまたいでますんで肘伸ばしたままでも後ろの方にぐーっと引いてくれば、あのー、ここがストレッチされますで他にも例えばこう肩関節、まあ、前方拒上しておいてこの手首ですねこう天井の方に向けて指先をぐっと手前の方に引いてくれば、まあ、前腕の方も伸びますしこの辺も伸びますね肘。 伸ばしてグッと指先手前に引いてくればこの辺を伸ばすことができます、まあ、あとはあの壁にこう手を当てて体をまあ開くようにですねしてあげるとこの前側も伸びますね、まあ、この上腕二頭筋がこの腕の前側についてるっていうのをイメージしてこの 肘と肩この2点を伸ばすように引き離すようにしてあげればここが伸びるとはいじゃあおさらいしますえー、筋肉はどこもそうです体全体起死と停止っていうのがありますで中枢に近い部分を起死遠い部分を停止と言いますでこの2点が近づけば筋トレ離れればストレッチ ただだそれだけの違いです。今回は筋トレとストレッチについてお話ししました。よかったらチャンネル登録お願いします。